どういうふうに支援したかといいますととにかく日本はインフラの整備を徹底的にしましたよそれで例えばね米の生産は日本が統治を始め日韓併合から、ね、終戦までの間に米の生産高は2倍以上に増えてます1000万石しかなかったのが2200万石です そそれれだけに増えてんですよあとそれから工業生産、えー、当時、日本円にするとですね日韓併合の時は朝鮮半島全体で3億円程度しか工業生産がなかったんですってそしたらですね終戦の時までには18億円だから工業生産高は6倍になってるんですよそれから人口だって増えました日韓併合の時1312万人しかいなかったんですけども、えー、最後はですね2512万人まで増えたんですよ。 あと、それから、日韓併合した時に、朝鮮半島には教育らしい教育がなかった。だって学校が100しかなかったんですよ。え、朝鮮半島全体で学校が100件しかなかった。それを日本は整備して5960校作ったんですから。全部日本の金です、これ。識字率も低かったんです。日韓併合の時の識字率6%しかなかった。100人のうち6人しか文字読めなかったんだから。ところが、たったですね、 33年の間で22%まで増えた。約4倍ですよ。